この場所でこうやって生活してんだよ。一緒じゃねえか。だったらおかしいですよ。公園の中で生活することについては認めません、ね、じゃあどこに住むんですか。50万以上の高等区民も含めて。じゃあどこに住むんですか、50万人以上の高等区民のうちに中にね、うん、家賃も払えなくて明日明後日もう住むところがなくなるかもしれない人がどれだけいると思ってるんですか。あ、結構います。結構いらっしゃいます。そういう人たちはどこに行くんですか。で我々の中では野宿もできなかったら自殺しかないですよ。実際に襲われてるのはホームレスの方だって。そうですよ。ないし速やかにですね、自ら除却して移動していただきたい。お断りします。でこういうそういうことが続く限りは我々としては、健全で快適な公用を目指すためにですね、あらゆる手を使いながらやっぱり基本的には適正化をするしかない。あらゆる手っていうのはどういうことですか。田中、はい、指揮取って、はい、ここをきれいにしてします。きれいにしてって何ですか。きれいにするってどういうことですか。エリア確保しろ。エリアをサッと来い、サッと来い、サッと来い。何してんだよ。おい、暴力やめろよ。誰も触んじゃねえよ。ほら誰が責任取るんだ。やめな。ストーキがさして引っ張るんじゃねえよ。お前変態みたいになるな。出せよお前。はい、何言ってんだよお前。痛いってもう。俺の俺こっちこっちこっち。違う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 。危ない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 。怪我させ開かないでくださいよ。引けっつの。おい、こっちで何がして。お前はこうなさせてんだぞお前。怪我すぎる。おい、昨日来てたときこれ事前に言ったらみんなが生えてて言うまでに1年以上かかると思わない。当たり前だよ、当たり前だよ。分かったね。事前に説明したら皆さんが反対すると。うん、そうだね。だから強行したというのは認めましたね。認めつまり問題があると批判を免れないと。問題じゃなくてすぐそばのところに行ってなんでやるんだとかって言われたら工事の説明だけでさ。いや説明してないからね。もう批判を承知のところを強行したということでいいですね。急いで区民の安全と施設の健康健全度を確保する。施設の健全度を確保する急いでやる必要がある割にはちゃんと計画ができてないわけですよね。はい、じゃあ以上。いろいろね、話終わってね。話終わってね。以上。話終わってね。これは全部俺の品物。ああ、うん。何年ぐらい。もう4年目ですね、私。4年目で、うん。朝ですね、トイレ行こうかなと思ったんですよ。トイレ行こうかなと思ったら、あの人道橋ってあるんですよ。うん、人道橋。そこなんかフェンス張っていくから、もうどうしたんだって言ったら、ここは閉鎖しますって言うの。うん、で、トイレ、向こうのトイレ行くか、もう何回か聞いたんですよ。どういう工事するんだよ。今日は工事やりませんと言ったんですよ。うん、そこへいきなり、ダーッと人間、うん、入ってきましてね。うんうん、何名ぐらいですか、あれ。ああ、結構いましたね。数え切れないですよ。私も自分らの場所を守るためにね、で土木の荒木を探してたと。土木の荒木が入ってきましたけども、うん、俺は何なんだって説明しろって答えてくれません。何をするか答えてくれません。答えてくれません。何、事前にそういう話も聞いてないし、閉鎖するような話も聞いてないし、バリやる話も聞いてないし、バリケードやる話も聞いてないし、うん、で俺荒木課長に、これは一方的だろうって何回も質問しました。それには答えが返ってこないです。答え返ってきたのは、あのフェンスやった後に、なんか告示板つうかね、あれを貼ってから説明すると。でそんなの貼る前に説明してくれって。何をやって通行止めにして何をやるんだか。あんな大人数で囲まれたら俺ら監禁されてると一緒ですよ、うん、例えば前日とかその前にでもこういうことになりますからね。そういうお話聞いてないし、
なぜ俺は一方的だと。